はい、どうも、ラウンズでございます。今回は、燃費計測第23回目ということで、ガソリンをね、満タンにしていきたいと思います。で、22回目のね、時に、フューエル1を入れました。で、結構ギリギリ、今回まあまあギリギリまで走ってると思います。結構ギリギリだね、メーター触れるかな？ちょっと触れると思うんだけどね。あ、ちょっと触れましたね。はい。今ね、トリップメーター B ですね。で、この 72.5 というのはこの給油ランプね。このランプがついてリセットして、72.5 キロ走ってます。それでもまだメーターがこう、ちょっとピュッと触れるでしょ。まだちょっと入ってるんだよね。はい。まあ、72.5 走ってるけど、燃費の方はどうかな。うーんってとこなんだよね。実は、ちょっとうーんってとこなんだよ。思ったよりは、うーんって感じなんだよね。で、まあ前回ね、ヒューエル1を入れて、もうこれだけギリギリ走ってると。で、まあ今回ね、まあ、いつの動画か、いつの動画で話しましたけど、もう一本入れます。まだ封切ってないね。入ってます。これをね、もう一本買ったんで、二本連続で入れてみるとどうなるのかなと。エンジンの感じは、まあちょっと振動が減ったかなとか、体感ではあったんで、まあちょっと二本連続入れて、で、もうすぐね、オイル交換もあるんですよ。先日動画アップしたんですけども、オイル交換とともに、まあ入れた感じにして、で、次回はどうしようかな。その、まあオイル交換をするぐらいの時にまた1本を入れるのがいいのかな。今回1年空いてるんで、1年でね、1万何千出してるんで、2、3000とかかな走ってるんで、その間ずっと1本も入れてなかったから、まあ、今回はとりあえず2本連続で入れるといった感じになっております。変に溜まって2本入れるよりは、定期的に1本入れて、ね、汚れっていうのかな、クリーンな感じした方がいいんじゃないかなと思います。ということで、ガソリンを入れに行きますか。はい、行きましょう。はい、今回ですね、エネオスの方に来てます。ここ上の部分でこうチラッと映ってますけども、メーターの上ね、映ってますけども、エネオスに来て、同じ給油の機械、そして同じ方向に、全く同じように、入れてます。で、今回の、走行距離、これが前回満タンからの、走行距離です。558.6、ムーブの、この燃費では、17.7 と、ちょっと低めですね。はい、ここから、満タンに入れていきたいと思います。はい、ということでね、2回連続で入れたいと思います。入っちゃったね。1700円ぐらい。はい、そしてガソリンを入れると。そうすると、最初に入れることで、後からガソリン入れて、こう、タンクの中で先にね、よく混ざるといった感じになっております。エネオスでガソリンを入れてきました。まあ、毎回、もう一回言いますけど、同じガソリンスタンドね、前回と同じガソリンスタンドで、給油口ね、機械入れる給油口も全く一緒、方向も全く一緒です。はい。一応毎回言っとかないと。で、もしそこがね、使われてたら、一周回って、後でまた来るから、っていう感じにやってます。はい。これ毎回言っときます。で、今回、入ったガソリンの量ですね。こちらになります。エネオス、レギュラーガソリン、33.5 リットルです。で、今、大分はですね、リッター144円でございます。高い。大分ガソリン高いんすよ。県外とかに本当遊び行ったら、なんでこんな安いの ?5、6円から10円ぐらい安いのか、ザラなんで、もう、はいって思うから、俺でもはいって思うから、はいって思うから。はい。ということで、そして燃費ですね。燃費は満タン法という、方法でやっております。要はガソリンを前回満タンに入れて、まあ、今回また入れたじゃないですか。で、満タンから空まで使った量っていうのかな。まあ、距離ですね。今回だと、走行距離が何キロ ?558.6 と。558.6 と。で、割る、今回のガソリン入れた量ね。満タン。使った、要は使った分だから、33.5 と。33.5 は、出ました。16.67 ですね。あれ。燃費が超悪いな。あれ。あれヒューエル1、あれみたいな。今回ですね、
これ満タンに入れてから一回ね、蒲江の方に行ってるんですよ。大分県の蒲江、自分は住んでるのは大分市なんですけども、蒲江の方に行くときに、ちょっとね、一人じゃなくて、一人、こう、連れてったのがあるんですよ。ちょっと、それまだ動画アップしてないんで、ちょっとまだ、詳しいことは言えないんだけど、一人ね、連れてったんですよ。で、その時に、向かいに行って、向かったんで、多分その時にね、こう、やっぱ重たくなった分、プラス、ちょっと高速に乗ったんですよね。距離があったんで。多分その分かなって感じ。別にそんなにね、いつもよりアクセルをこうバンバン踏んでたとか、そういうのはないです。やっぱ基本的には、エコランプがつくんですよね。ある程度のあれで。で、それを意識しながら踏んでこれですね。で、今回結構ギリギリまでね、走ったと。ギリギリでも、これ36リッタータンクなんで、あと 33.5 だと 2.5 リッター入ってるんですよ。まあ、そこまでギリギリまで攻めないですけど。で、以前ね、このギリギリまで攻めすぎて止まったことあるんですよ。この車じゃなくてリバティの時に。これ話したかな、話したか話してないか、前回話したような話してないようなあれなんだけど、リバティでこうギリギリまして、だいたいこう急ランプがついて、その時本当ね、だいたい何キロぐらいって思ってて、さあこれぐらいで急ランプついたなって記憶してて、でそれで走ってて、だいたいまあ60、70はいけるんだよねっていつも思ってたら、いきなり止まったと。あ、多分勘違いしてたのね、給油ランプのついたあれを、あれが勘違いしてて、そういうのもあってね、確実な距離を出そうと思って、トリップ B を基本的に給油ランプがついてリセットをするようになったんですよ。で、あと 2.5 リッターあるんで、もう本当にカラカラまで走れば、あとまあ30キロぐらいは走れたんですよね。だから今回ね、あんだけ走ったプラス30走ると、いった感じなんですけども、あんまりギリギリね、本当にギリギリすぎと、この上り下りで、こう、タンクもね、こうなってるけど、やっぱ多少の上り下りで、やっぱこう、ポッとね、ガソリンが一瞬止まったりすると、それでもエンジンがプルッ止まっちゃうんで、大変危険です。あんまりギリギリ攻めすぎて、ね、まあだから、まあ残り2リッターぐらいなら、まあ多少の上り下りとか、ね、何の問題もないんですけど、もう、ね、1リッター切ってね、残り500とかだったら、500ってもうペットボトル1本だから、500って、これが500だからね。こんだけしか、36リッターの、でっかいタンク。36でもそんな大きくないんだよね。普通の、だって灯油入れるね、タンクっていうか、あるじゃないですか。あれ、なんぼかな？あれ、18だったかな？あれが、だから、かけ2つだよね。36なんで。だから、そんな量がたくさんある中に、これ、こんだけしか残ってないってなると、しかもそれでタンクの、こうね、下の面があるから、本当にちょろっとしかないよっていう。後半からは上がってるはずなんだよね。給油ランプがついてからの燃費で言えば、あれ、だって6リッター、残り6リッターでつくんですよ、あれが。だから6リッターからね、で、まあ今回ね、72.5 走ったと。6から、だって残り6、まあ絶対6でつくとは限らないけどね。36リッタータンクで、まあ残り 2.5 だったと。で、3.5 でしょ？ 3.5 で72走った。72÷3.5 は20。こんなないか。ここまではないか。なんか後半はなんか燃費良かったかな。だから自分はね、実際にはこれ多分もうちょっとガソリン入るんじゃねえかなと思ってたんですよ。30。多分あの様子だと、だいたい今までね、ここまでいったら、急ランプがついてリセットを押すと、まあ 34.23 入るかなって思ったんだけど、実際は 33.5 だったんで、多分ね、まあ、その高速で踏んでた分がダメだったのかなっていう感じです。最後までその燃費が悪かったら多分もうちょっと入ってるっていう感じなんですよ。まあ、急ランプがつくのはその絶対に残り6リッターでつくかって言ったら、その、まあ、絶対多少前後もするんで、まあちょっと難しいですね。まあでも計算上では多分、まあ同じぐらいでついたとしたら、後半は燃費が多分良かったじゃないかな。だから最初のガソリンを入れて、最初の方にその、最初の方だったかな？結構割と最初の方にその構えにね、行って、その燃費が悪かったんで、平均燃費が最初すごく低かったんですよ、これ。あれ？って。低くない？みたいな。で、まあ今回ね、またちょっと長距離行くんですよ。で、まあ、またこれでね、高速も乗るんで、まあ、このヒューエルワンで、
ね、またこうエンジンの内部はもっと綺麗になってくれるのかなとは思ってます。高速に乗るとやっぱこれ、このムーブっていうのはギア比がちょっと高めっていうのかな、なんて言うんだろ こう同じムーブでもこうターボ車あるじゃないですか、まあ、要は一番上のグレードですよね、 RS、 ムーブの RS と、まあ、この世代の時ね、この第4代目ムーブの L175S っていうこのムーブなんですよ。でこの普通のムーブこう丸いんだけど、あの内装はねこう見てるの黒いんで、これはもうあのスペシャル仕様っていうのかな、限定車っていうのかな、で黒いんですよ。ムーブの中でもカスタムと普通のムーブっていうのは、まあ外装とか内装がちょっと違うっていうのがまあ一つあるんだけど、このカスタムの中でも一番上が R と RS、RS と R かが ターボなんですよ。でそのターボだけはギア比がねちょっと違うんですよね。あれ何だったかな、 なんかのファイナルギアじゃねえけど、なんかギア比が違うんですよ。だから同じ、例えば時速80キロ走ってますと、でこれで80キロで走るとだいたい2200回転ぐらい、そのなんだろう、水平で走ってる時にだいたい2200かちょいぐらいで80キロに対して、ムーブの RS の場合は80キロでも1800回転だったかな。だからそのちょっとしたギア比がちょっと違うんですよね。だから高速を走れば走るほどこっちの方が回転数がどんどん高くなっていくっていう感じです。だから100キロの時にもう3000回転近かったんじゃないかな、これ。そんな感じなんですよ。だから高速だとちょっとね燃費が多分良くはならないね。そうやったら絶対ターボの方がいいと思う。ギア低い上にパワーがやっぱあるんで全然違うんですよ。普段乗りの時はまだねまだいいんだけど、やっぱそういうね高速とかもう人がやっぱ乗るってなるとやっぱターボ有利だなって思いますね。まあとはいえですよ、基本的には一人だし、ね、高速なんかそうそう乗らないしというところで、まあ特にその 何かこうターボがないと不便だなっていうことはいやなくはねえか。やっぱ周りのこう加速にはちょっと踏まないとついていかないかなと。それを踏んでいると多分また燃費が下がるとかね。まあいろいろ細かいとこ言えばそういう感じですね。まあでも本当パワーがあったらあったほどいいなと思っております。あとねオイル交換ですね、オイル交換のねこの前動画をアップした時にまあいろいろこうねちょっとアドバイス的なこうコメントをいろいろたくさんいただいたんですけども、基本的にやっぱ5000キロぐらいがやっぱ一番多かったのかな。まあ、他にもね、まあ別に6000、7000でも全然いいよっていう人もいるし、1万キロまでいける。1万キロはちょっと厳しいんじゃないかな。やっぱ回転数がとことこ上がるんで、やっぱ3000から5000ぐらいでやっぱ変えてる人が多いんだなと思いましたね。ただ、今回はね、そのオイルがちょっといいオイルなんですよ。これがもう、なんだろう、もう2000円以下ぐらいの安いオイルならもう自分も5000キロで買おうかなって感じなんですけど、一応カストロールのそのエッジっていうすごく高いオイルだったんで、それがちょっとね引っかかりなとこなんですよ。まあもちろんコメントでもう高いオイルであるか安いオイルが関係なく買えますよっていう人もいますし、ということでねすごい悩みつつ、まあちょっとね今回まあ、ちょっと遠出をするんで、まあ、それ帰ってきてからすぐ変えようかなといった感じです。まあ、それでも1000キロは伸びるか伸びないか。まあ、そんなところで、近いうちにね、オイルを変えます。次のね、オイル交換のするオイルももう決まっております。決めております。楽しみにしておいてください。以上でございます。次回は燃費が良くなることを祈って、大事に乗っていきます。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。